はい、皆さんこんにちは、サコログのサッコです。ただいまやってきました、こちらパンダエクスプレスでございます。今日はですね、5ドルのスペシャルミールがあるのでやってまいりました。5ドルというのもね、なぜかというとドジャースがね、昨日勝ちまして。ん？ドジャースと5ドル？ドジャースがホームゲームで勝つと、なんと5ドル買うことができます。5ドルは安い。それを今日もまたと言っていいのだろうか、ゲットしに参りました。では行ってみよう。さあ、皆さん知ってましたか？ドジャースがロサンゼルス球場で勝利すると、なんとパンダエキスプレスのプレートミールが5ドルになるんです。通常このプレートミールは10ドルなので半額プライス、太っ腹です。この5ドルプレートをゲットするにはパンダリワードアカウントからのオーダーになります。そしてデリバリーになると別料金になるので、ピックアップしてお店で食べるか、お家でゆっくりというコースがおすすめです。それではオーダーしていきましょう。何すんの？決まってるわけ、欲しいもん。Yeah, I always get it. 早いな。今みたいに携帯からオーダーもできるんだけど、ホームページからもできるので今からご紹介したいと思います。まずはパンダエクスプレス .com でサイトに行きます。アカウントを持ってない人は右上の人マークにカーソルを持って行って、そこからサインアップを始めます。カーソルをサインアップまで持って行き、クリックをしてください。ログインをいくつか選択があるので、お好みをクリック、インフォを入れてアカウントを作ります。これでオーダーを開始することができます。5ドルになるパンダプレートはドジャーススタジアムで、ドジャースが勝った時だけのプロモーションなので、そこはお間違いなく。そしてどれが5ドルになるかというと、まずは真ん中のプレートをクリック、ワンサイドとトゥーアントレーが5ドルになります。それではオーダーしていきましょう。ステップ1、まずはサイドから選びます。5種類のサイドから好きなのを選ぶことができます。そしてパンダのいいところは、このサイドを半分ずつ選んで2種類でワンサイドというのができるんです。我が家ではあれもこれも食べたいのでオーダーするのは焼きそばとチャーハン、油ギットギットコースです。続いてステップ2、2アントレーを選ぶことができます。せっかくなので、ここで最近のパンダエキスプレス人気投票順位を発表しちゃいます。5位、ブラックペッパーアンガスステーキ180カロリー。4位、ストリングビーンチキンブレスト190カロリー。3位、ハニーセサミチキンブレスト340カロリー。2位、ブロッコリービーフ150カロリー。1位、オレンジチキン490カロリーです。1位のオリジナルオレンジチキンは不動の一番人気のメニューの一つですよ。ワンサイド、ツーアントレーを選んだら、右下のアドトゥーオーダーをクリック。ただいま10ドル30セントと出ていますが、そのまま下にスクロールしていくと、右下にクーポンコードとあるので、そこにドジャースウィンと記入してアドをクリック。すると、なんと合計金額5ドル48に早変わり。物価上昇中のロサンゼルスで、この金額とは本当ありがたい。他にオーダーがなければチェックアウトをクリックしてお支払いへ行きます。1個だけじゃなく2つ買いたいときどうするかですが、試しに同時にオーダーを入れてみました。ドジャースウィン、ドジャース、D-O-D-G-E-R-S、 ウィンね、出た出た。いくらになってる？なんと18ドル40セント。1個分のオーダーしか半額になっていないので、とりあえず半額プライスの1個分だけ購入。5:25、何時今？5:11。あ、結構時間かかんね。もう待ってるよ、ここで。オーダーを入れると、ピックアップ時間がこんな感じに表示されます。15分の待ち時間ですが、待ってる間に再度挑戦してみますよ。もう1回、チャレンジ。2個目だね。さっき2個目ダメだったもんね、ブロッコリー。さっきは1回のオーダーで1個しか半額にならなかったけど、パンダエクスプレスのインフォメーションでは2つまでクーポンを使って買えるとあるので、間髪入れずに同じアカウントからオーダーしてみました。あ、できる。できる。もう1回できるよ。1回の会計で1個分のクーポンしか使えないので、2つ欲しい時は2回の会計でゲットできるみたいです。
綺麗な店内を見ながらパンダエクスプレスのプチ情報をご紹介しちゃいます。ここパンダエクスプレスはアメリカンチャイニーズフードのファーストフード店で、ちゃんとしたチャイニーズフードじゃないって言われてるんだけど、アメリカでは大人気のファーストフード店です。1983年にカリフォルニア州のグレンデールというところで1店舗目ができて、41年目の今年2024年はなんと約2400店舗以上あるんだって。そのうち603店舗がカリフォルニアに集中してるって、すごい数だよね。すごい重たい、はい、ドジャースウィンで、5ドルね、5ドルのやつが2つ、すごい重たいの。あっという間にできましたよ。10分かかんなかったかな、はい、ね、これ取ってなんで笑ってんのよ。じゃあ買ってきたやつね、お見せしよう。じゃーん、はい、すごいよねこれ。チャーハンと焼きそばと、これはアンガス、ブラックアンガスだよね、うん、でオレンジチキン、めっちゃオレンジチキン入ってる、うん、めっちゃ入ってるよ。オレンジ、なんだっけ、オリジナルオレンジチキンだっけ、うん、を買ってみました。でトップガンって、これね、あまりにもちっちゃくてちょっと驚いちゃったんだけどさ、これ見て、すごくちっちゃくない？ちっちゃいけど重い。そりゃぎゅうぎゅうに詰めてるからよ。だけどさ、あまりにもちっちゃい、こんなだよ、このサイズ、ほら。いや、さっき、not even the size of my hand。でもすっごい可愛いなと思っちゃった。めっちゃ可愛い。これね、3つ、3種類違うのを買ってみました。何を買ったかというと、こっちが見えないな。何を買ったかというと、人気トップ5の品を買いましてですね、見えないよ。Do you want me to read it? うん、そうそうそう、はい。Okay. Top 5, number 5, Black Pepper Angus Steak. これだ。多分これ。これ。見えるかな？これ。これね、ブラックアンガス。はい。Number 4, String Bean Chicken Breast. どれかな？開けてみよう。多分チキンが下にある。これ4位。チキンブレスト、ナンバー4ね。すごい野菜ばっかりじゃない？ Yeah.Right. The chickens under there. Number four. Number three,honey sesame chicken breast. セサミがあるもん。じゃじゃん。セサミ。It looks like orange chicken. 本当だね、似てるね、オレンジチキンに。でもセサミが乗っかってる。Yeah. はい。Number two, broccoli beef. これは定番だからね。This one's good. I like it. これ美味しい。パパいつも入れてる。美味しそう。これは美味しいよ。でもちょっと。サイズちっちゃい。はい、ナンバー？ Number one, original. Always ね。Orange chicken. Orange chicken. It's what everyone gets. これね。これ。見て、このテリーのかかったやつ。Oh my god. 美味しそうじゃない？ Damn! よし、じゃあ食べよう。じゃあね。5位からいこう。Number five から。Number five から。それだったら。Number five これ。はい、ちょっと食べてみて。You wanna try first? Yeah, you try first. ちょっとさ、食べるときはこっち持ってこないと。あ、これどうする？メガネが。I mean, do you need メガネ when you're eating? 見えないんだもん。やばいじゃん。やばいじゃん、見えないんだもん。Okay, いいよ、that's fine. はい。じゃあね、5位の、もう一回言って何だった？Black Pepper Angus Steak。ステーキ。あ、じゃあこれだよ。え？これ違う。ああ。5位なの。これだ。アンガスステーキ。これ。ちょっと美味しそうだよ。この、こっちね。これ。ペッパーも入ってるし。ペッパー嫌いマミ。Me too。じゃあ食べ、いいよ、食べみ。これね。ほら。すごいね。これアンガスビーフでしょ？いや。ビーフ。食べるよ。甘い？ It's very creamy. Creamy? It says it's spicy, but 全然 spicy じゃない。本当はね、全然 spicy じゃないね。他のやつが spicy なのかな？これ何が入ってるの？あ、マッシュルームが入ってる。美味しいわ。あ、でも、this is good though. 美味しいかも。なんか白いご飯に合いそう。Oh yeah, 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 definitely. 絶対。そしてオニオン。
オニオン。That's pretty good. 甘いよね。うん、甘くて全然スパイシーじゃない。うん、全然スパイシーじゃない。これね、美味しい。このマッシュルームがちょっと美味しいかも。これ。I'm not trying the mushroom. あなたはね、好きじゃないからね。これね、美味しい。うん。うん、これだ。String chicken breast。野菜がいっぱい入ったやつ。野菜がいっぱい入って、すげえ野菜なんだよね。多分下から行ったら。うん、あ、出てきた出てきた。出た。ほら。Oh yeah, it's hiding.これこれチキンチキンほら。お出た。うん出た。これね。これチキン。美味しそう。え？うん。チキン。あ。チキンのねちょっとパサパサした感じのチキン。あとオニオン食べれるの？食べれるよ。あそう。It's cooked。うん。これあれなんだっけ名前。なんつんだっけこれ。あのチャイニーズの。サイエンドじゃなくて名前が分かんない。うん。さっきの味と違う？うん。This one's really sweet. This one's 甘かった？さっきの。Yeah. これね、普通にチャイニーズの味がする。Yeah. It's like Chinese street food. でもこんだけしか入ってないんだよ。There's more 野菜 than chicken. まあチキン。うん。普通。はい。Number three, honey sesame chicken breast. So, honey sesame. Honey だからね、甘いってこと？ Yeah, I think so. から、じゃあ多分一回揚げてると思う。チキンを。この照りの感じが、照り焼きっぽいもんね。これも同じ野菜が、これも同じ野菜入ってるけど、ほら。But that one's like, more like, 味付け。うん！甘い！唐揚げに、あのハニーの味する。ハニーと、なんていうのかな、醤油とこう混ぜたやつ、揚げた後にね、食べてみって感じの味がする。甘いでしょ。甘い。うん、うん、This is kind of like one chicken but、うん、But it's like not spicy. すっごい like, ハニーの味がする。Yeah, honey. めっちゃハニーの味。これ人気あんの？これ。Number three. これはちょっとご飯に合わないよ。It's like 自分で食べやすい。これお酒がいいと思う。お酒となら合うかもしれない。はい。ご飯合わない。すごいハニー。で、次はブロッコリービーフ。うん。これはもう間違いないよ。美味しいよ。ブロッコリービーフ。このテリ見て。めっちゃ美味しそうじゃない。I like the broccoli better than the actual beef. これ？ Yeah. めっちゃ美味しい。このブロッコリー？味いっぱいついてる。うん。何の味よ？ I think salty but not salty at this point. これもご飯に合うわ。Yeah. Like チャーハンとか。うん、チャーハン、ご飯。Look at that curve. これは何？ビーフ？何だった？ Beef. ビーフか。これビーフ。うん。ビーフとブロッコリーと、うん。Mm. The broccoli is so good. こっちのビーフの方が、ごい、さっきのゴイのやつよりも美味しいと思う。うん。That was good. 美味しい。で、the number one, 1-inch chicken. Always. Yeah. な Best.オレンジチキンはちょっとスパイシーなんだよね。これ見たらわかる？ちょっと辛いのが乗ってんのがわかるかな？ほら。It's like really tiny bits of it. そう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 。ほら。食べてみるよ。See, there's like one right there. うん。辛いのはね。ほら、そこ下。これも一回唐揚げで。うん、揚げたやつをオレンジの味する？匂いする？何もしないね。Smells spicy. うん、ちょっとスパイシーの匂いするね。ちょっとピリッとするんだよね。でも甘くて辛くて、甘くて辛くて、なんだろう。
甘くて辛くて酸っぱくはないね。でもオレンジのオレンジっぽくはないんだよね。でもナンバーワンアメリカ。Very good。うん、これもこれはね、美味しいよ。This is what I usually get on my express order。これでも毎日食べたらすごいことになる、知ってる？うん。これカロリー490カロリーって書いてあった気がするよ。あれ？You get tired of eating the orange chicken though. うん。I feel like you take four or five big ones. 490カロリーだよ、これ。すごいよね。まあそんな感じでございます。どれが一番ベスト？好き？ I like this one. セサミ？ Yeah. チキンセサミだって。本当？ That's my number one. で、これが。これご飯に合わなかったやつ。これナンバーツー？はい、これナンバーツー。1位、2位オレンジチキン。ジュリアの1位、ジュリアの2位、オレンジチキンが3、オレンジチキンが3で、これが4で5、チキンか4で、最後がビーフと。まあいいよね、はあ、どれも一緒だなブロッコリーこれ1位、やっぱりブロッコリービーフが1位。そしてね、なんだろうな、ちょっともう一回食べないと分かんないわ。Or is that just an excuse to eat it again? これ揚げ物なんだよね。But that's あ、ハニーね。ハニー。ハニーはちょっと違うな。ブロッコリー。で、アンガスビーフ。アンガスビーフ2位、オレンジチキンが3位、あとはもうどっちもどっちだな、一緒。 I think 絶対 Now that I tried this one, the honey one, I think this is gonna replace my orange chicken. なんで？オレンジチキン美味しいけど、うん、oh, I like honey chicken better because I always get honey chicken. ハニー、めっちゃハニーの味するでしょ、yeah.それがいいの？ I like it。 ほんと、オレンジチキンよりも？あ、じゃあ今度からこれオーダーして。 Yeah, this might replace でもご飯に合わないと思うよ。 Everything else for me そうですかそういうことでございます。あ、そういえば、パンダエクスプレスはこれ以外にね、こういうのがついてくるんだよ。 Fortune cookie。 じゃーん、フォーチュン、フォーチュンクッキーです。開けてみようか、いっか。フォーチュンクッキーって何？ It's a cookie that's like shaped kind of like a heart. That's what I think it looks like. And then you like パコって開けて、and there's like a fortune in there that like describes what fortune would like in future, 未来の。未来の？おみくじって言うんだよ、日本で。じゃあ。ASMR だよ。ここほら、じゃーんとこんな感じで出てきました。これ、はい、あげる。これね。あら、なんで赤いじゃん。なんて書いてあるの？見えないよ。あ、反対で読めないじゃん。Be open to new experiences。新しい経験を。広げようだね、うんうん、そんな感じ。 Like try new things、うん、そうだね。これ美味しいんだよね、意外に、うん、フォーチュンクッキー。 I wanna know how to make this。 あ、これね、日本のね、俵せんべいみたいな、俵せんべいって言うんだったかな、知らないよ多分ね、古い人しか知らない、俵せんべいみたいな味。俵じゃなくて瓦。 Yeah, I am not 古い。 I am 古いだから。 You wanna hear ASMR? うん、あげる、これマミいらない。色はね、うん、はい、ということで以上でございました。今日の残りはどこに行く？明日の弁当、当たり。 Thanks for watching our video today. See you next week.
next time. Next time. See you next time. See you next time. Bye bye. できました。